仕事もこんなに来てるし、出版社から声もかかってるし、人生最高の日だ。やっぱりネットって素晴らしいな。って当たり前か。だってここは美しいインターネットだから。でも今回のショーのタイトルって地獄のインターネットだったよね。あ？あれ？なんかこんなのだったっけ？あ、現実に引き戻される？強烈な違和感が脳を駆け巡った。何かおかしい。何かが、そうだ、誰かがここに。奈落ちゃんがいたんだよ、いつも横に。奈落ちゃん！わ、オカルト占い師の。思い出せるか？どうして忘れていたんだ。思い出した。俺は家を飛び出し、走り出した。トンネルをくぐったことで別の世界に来たのかな。トンネル、どこだよ、くそ！え、見つけられないの？生い茂る緑や不安定な地面に何度も足が取られそうになる。不気味に伸びる木々の向こう側に、それはあった。あった、戻ってこれた。ネトガミトンネル。ここだ。足が止まり、額から汗が流れ落ちる。息を整え、俺はそこに足を踏み入れた。現実の世界に戻るんだね。パシャリと泥が跳ねた。やっぱ一見美しい世界ではあったけど、奈落ちゃんのいないこの世界は本当の現実じゃないもんね。トンネルには自分の足音と風の音だけが響いている。ゆっくりと足を進めていく。あの時は何を考えてたんだっけ。何か願い事をしてて、それが叶っちゃったってことなんだよね。ここには何もいいことなんてないから。だからもう少しだけマシな世界に行かせてください。そんなことを思っていた気がした。そうか、ここは俺が願った場所だ。わけのわからない化け物に追われることもなくて、仕事もうまくいってて、インターネットはまっさらで美しくて、そしてそこに奈落ちゃんはいない。そんな世界、奈落ちゃんもいる優しい世界はダメなのかな。彼女がいるのは呪いで溢れたあの世界だけなんだ。あ、そうなんだ。オカルト占い師だもんね。オカルトのことがないと存在意義がないってことなのかな。もう一度このトンネルを抜ければ。俺が痛いのは。あ、選択肢。待って、下の何これ、〇〇〇の世界？これだけ超ホラーっぽくないですか？え、どうしよう。いつもの世界が奈落ちゃんのいる世界で、美しい世界がまがいものの世界だよね。下も気になるけど、まずは奈落ちゃんのいるいつもの世界に帰ってみましょう。よどんだ空気が前より重く感じる。暗闇の中で湿った地面をゆっくりと踏みしめながら歩いた。奈落ちゃん今帰るからね。また光が見える。あの時と同じ出口だ。あ、そこには何もなかった。気配なんてどこにもない。トンネルの向こうには荒れ果てた森だけが広がっていた。だよな。え、戻ってこれたっていうことなんだよね。セミの鳴き声だけが虚しく響いている。俺はトンネルを後にした。奈落ちゃんは？街をとぼとぼと歩く。何しようかな、これから。またしょうもない記事の仕事して、後輩と飯でも食って、そうだ、またブログでも始めっかな。うん、いつも通りだ、いつも通り。え、なんで、奈落ちゃんに会いに行けるんじゃないの？こんなのいつもの世界じゃないよ。あれ、先輩じゃないすか？どうしたんすか、こんなとこまで。またクビになったんですか？この後輩くんは、奈落ちゃんのことを教えてくれた人じゃない？一番最初に。なんだ、お前か。偶然居合わせた後輩は不思議そうな目で俺を見ている。今休憩中なんすよ。なんか元気ないっすね、先輩。いや、なんでもないけど。そうっすか？あ、そうだ、俺の最近の一押し動画でも教えてあげますよ。奈落ちゃんのことかな。動画？ほら、これ。この子、地獄絵図ちゃんって言うんですけど、可愛くないっすか？地獄絵図ちゃん、奈落ちゃんじゃないよ。ずいっと後輩はスマホを俺に見せてきた。
画面の向こうにはピンクっぽい衣装に身を包んだツインテールの女の子がいた。そうだよな。だってもういないんだもんな。え、なんで？奈落ちゃんに会えるからこのエンドを選んだのに。あとこの間話したオカルトチャンネルの、あ、それそれそれ、そうだよな、そうだよ。ってあれ、先輩、今言おうとしてくれたんじゃなかった？いろいろあったな。うまいーつの亡霊を見たりこんなこともあったね。変な画像頑張って探したり、一緒にキャラクター考えたりもしたっけ。散々なことばっかだったけどさ。あれ、ここって奈落ちゃんに最初に会った路地裏だ。気がつくと見覚えのある道を歩いていた。ほとんどがシャッターの降りた小さな店が並ぶ路地。そうだ、あの時の独特な香りと厚いカーテン、そこに不似合いなやけにファンシーな看板、そして紫色の、会えるかな。ようこそ奈落ちゃんの出張占い室です。奈落ちゃん、わあ、会えた、よかった。キクラゲさん、どうしたんですか？急に。なんかいなくなっちゃったのかと思っちゃったよ。液晶の向こうに彼女はいた。なかなか強運ですね。告知なんてしてないから超レアコーナーなのに。奈落ちゃんからの連絡っていつも一方的だったから、キクラゲくんからは連絡のしようがなかったってことなのかな。誰か拡散でもしてました？言いながらポチポチとタブレットをチェックしている。うわ、また炎上してる。前も同じような議論起きてませんでした？あ、こっちも別件で、こっちも、はぁ。インターネットはほんと毎日忙しいですね。よかった、いつもの奈落ちゃんだね。で、何ですか？その変な顔。いつも通りの真っ黒で、最低で嘘つきばっかりの平和な世界だ。でもここを選んだ。うん、もうキクラゲくんがいるべき世界は奈落ちゃんのいるここだよ。スマホに通知が来ている。ああ、迷惑メール。仕事なんて相変わらず一件も来ていない。ブログにもコメントなんてつかない。出版社に送った書類もきっとまた落ちるだろうか。なあ、奈落ちゃんは？あ、なんです？いや、いいや。言いかけてやめないでくださいよ。俺、ネットなんて全部くだらないって思ってたんだ。どこもかしこもどうしようもない嘘ばっかだし。だけど。何言ってるんですか？画面の向こうのオカルト占い師はいつものように笑っている。こんなに面白いところどこにもないですよ。そうだよね、ネットの世界は無限だもんね。何もかもうまくはいかない。そういうことばっかりだし、きっと明日も悩んでいるんだろうけど。奈落ちゃんはそこにいる。もうそれでいいかと俺は思った。何もかもあって何もない。広くて狭い世界に全ては渦巻いて流れていく。実はさ、言いづらいんだけど思い出したことがあって。はい？まだ他にも、その、作ってたブログがあったっていうか。あ、キクラゲ名義じゃなくて他にもいろんなの書いてたの？バカですか？じゃあこれからまた一緒に噂の根源を消しに行かなくちゃね。ここは地獄のインターネット。天国から遠く離れたこの場所で、誰かが今日も生きている。インターネットにはね、やっぱ嘘の情報とかもいっぱい落ちてるけど、要は使いようですからね。でもキクラゲくんはほんとラッキーですよね。こんな可愛い占い師ちゃんと出会えて、いろいろ教えてもらったり、ビジネスパートナーの相棒として企業やったり。もうほんとネットの可能性は無限大だなって思いますね。お、先日新規一点と開設したばかりのブログへの新着コメントだ。ん、今回は変なブログじゃないよね。俺は今度こそ真面目に、そう、できる限り真面目に記事を書き始めていた。偉い。
やはり見ている人は見ているものなのだ。うんうんと一人でにうなずく。ついに俺も有名ブロガーの仲間入りかな。何について書いてるんだろう。何何？あ、ひどい。全然参考にならなかった。クソ記事ありがとうございました。わざわざこんなの残さなくても。やっぱインターネットって最低だな。これはショック。お、すごい可愛い。え、めっちゃ可愛い。奈落ちゃんの斜め上からショット。あ、可愛いもの見れました。じゃあラストはあの恐怖のホラーっぽい選択肢いってみましょう。